中国が建造中の空母福建が、いよいよ、航海試験開始との情勢をキャッチしました。今回は、この福建の電磁式カタパルトの射出実験に、成功を詳しく見ていきます。しかし、大きな問題があり、電磁式カタパルトは、大電力を使い、原子力発電が必要になるのに、福建はガスタービン発電による設計、その場しのぎで開発していたのかな。中国3隻目の空母福建は、昨年6月に進水しましたが、年内にも試験航海を行うだろうという見方が強くなっているようです。香港の明報によると、福建は、電磁カタパルトの射出実験を行ったと報道しています。艦隊が岸壁から移動したことも伝えられているので、関連する準備を進めているように思われます。11月27日、SNS に公開された映像に基づいて、前述の明報は、停泊した空母から、車輪付きの物体を射出するのに成功したという軍事専門家の意見を報じました。この映像は、民間機の乗客が撮影したと推測され、空母前方の水面から立った水柱が映っています。しかし、肝心の射出された物体や、電磁カタパルトが作動する場面は映ってはいないのです。香港紙サウスチャイナモーニングポストは、欧州宇宙機関 ESA、ヨーロピアンスペースエージェンシーの人工衛星画像情報として、空母が19日に岸壁から27M 移動し、2日以内に元の場所へ戻ったと伝えました。また、明報によると、傾斜試験や船底の泥の除去が目的とみられ、年内にも福建の試験航海が行われる可能性があるとも伝えたのです。中国国防省の報道官は、30日の記者会見において、現在は係留試験を行っていると述べた上で、計画通り、着実にプロジェクトを推進していくとも語りました。ご存知のように、習近平指導部は、台湾有事を見据えて海軍力増強に注力しています。配備済みの空母遼寧、3トンの2隻はスキージャンプ式ですが、福建は、艦載機を効率的に射出する電磁カタパルトを初めて搭載した艦艇となります。攻撃や防御能力が大幅に増強した一方、この艦艇の運用には高度なテクニックが求められるので、実戦に投入するにはかなり課題が多いとも指摘されているようです。電磁カタパルトを効果的に使うには、原子力の大電力が必須というのがアメリカ専門家の見解です。空母福建は通常動力型空母なので、電磁カタパルトを使おうとすれば、コンデンサに電力を蓄電する時間が必要になります。となると、短時間に連続して電磁カタパルトを利用できる可能性は低いのではないかと考えられるのです。しかし、福建以降の空母は、原子力になる可能性が高いので、福建は、ひょっとしたら、電磁カタパルトの試験的な運用艦なのかもしれません。高をくくってはいけませんが、技術的な課題をクリアできても、電磁カタパルトは大電力が必要なので、原子力空母でないと、艦内の航空機搭載スペースを潰して、ガスタービンのような発電装置を搭載しなければならないし、その燃料も、航空燃料とは別に積まなければならないので、かなり負担がかかるはずです。いずれにしても、当初考えられていた搭載機数よりは少なくなりそうですね。では、福建に関するアメリカ側の見方を紹介していきます。アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所の傘下にあるチャイナパワーは、中国3隻目の空母福建が近いうちに試験航海を行う可能性が高いという報告を発表しました。福建には、アメリカの最新鋭空母にしか備えていない最新鋭電磁カタパルトに類似した装置を設置するというのです。チャイナパワーの報告では、上海の恵南造船所、湖東中華造船の2つの造船所を中国海軍現代化を進める重要拠点とみなしているという最近の商用衛星画像による分析結果だったとのことです。空母福建関連の事情はその一部というわけですね。恵南造船所で福建は建造されたのですが、チャイナパワーは2018年の建造開始以来、ずっと観察を続けてきたそうです。福建には、
カタパルトを3機が装備しているのですが、23年10月17日の画像では、長期間カタパルトを覆っていたカバー、保護用遮蔽物が取り除かれる様子が映っていたのです。ということは、カタパルト関係の主な作業が、この時点で終了したと見てもいいのではないでしょうか。歴史を振り返ると、中国が最初に所有した空母は、実は、旧ソ連邦の構成国だったウクライナが中途まで建造してから放棄したワリヤーグでした。旧ソビエト崩壊によって、建造を中止せざるを得なかったというわけです。ということは、建造開始から30年以上経過している老朽艦とみなしてもいいのではないでしょうか。その老朽艦を、マカオの民間企業が海上カジノとして使用するという理由で購入したそうですが、その後、中国海軍の保有になりました。そして、改造されて、遼寧と命名されたのです。遼寧の母港は、日本人にも馴染みのある大連です。カジノという名目で民間企業に購入させ、政府が買い取ったという流れなんですね。ただし遼寧、保有の主な目的は実戦への配備ではありません。研究と練習のためと見られています。2隻目の空母は、中国が自国で製造した3トンで、遼寧の改良型と推測されます。建造途中の艦を空母に変えて、練習させ、実戦には、本当の空母を配備するという計画なのでしょうね。航空母艦の歴史を見ると、第二次世界大戦前から、航空機の重量増加が大きな問題になっていたとされます。陸上にある飛行場に比べると、空母では設定できる滑走距離が極めて短いため、艦載機の発艦が難しくなったのです。戦後、軍用機のジェット化の進行に合わせて、重量がさらに増えたため、この問題はさらに深刻化していきました。そのため、アメリカでは、艦で発生させた動力を、ワイヤーを通じて航空機に伝え、発艦の時に、大きな加速度を与えるカタパルトと呼ばれる射出装置が開発されました。とはいえ、実用性に富んだカタパルトの開発は難しく、安定した運用に成功したのはアメリカ軍だけだったのです。現在では、カタパルトのない空母は、垂直離着陸機を運用する艦以外、艦首の先端部分を上に反らせて艦載機の上昇する力を追加する方式になっています。これが、形からスキージャンプ式などと呼ばれる仕組みです。スキージャンプ式の場合にはカタパルト利用と比べると、艦載機の重量制限が非常に厳しくなってしまいます。結果として、搭載兵器も制約が大きくなりますから、航空母艦としての戦闘能力は劣ってしまうと見られるのです。中国が保有している遼寧と山東は両方ともカタパルト方式ではないスキージャンプ式です。しかし、3隻目の福建は、前述の通り、電磁カタパルトを搭載しています。しかも、アメリカが長年使ってきたカタパルトは、蒸気力を利用するものだったのですが、福建は、電磁力を利用するカタパルトを搭載したのです。電磁カタパルトは、アメリカでも最新鋭空母ジェラルド R フォード級航空母艦にしか搭載されていないということです。その事実を考慮したのでしょう。チャイナパワーは、福建が電磁カタパルトを搭載したことについて、従来型の蒸気式カタパルトを凌駕したと表現したのです。また、最近になって、福建のすぐ後方に AP と呼ばれる補助艦船が停泊していることが認められたとか、この AP は、大型船舶内で作業をする大量の人員が下船する際、収容するための船です。空母建設の際に AP が登場したということは、空母が試験航海を始める予兆と思われるのです。そのため、同メディアは、福建の試験航海が間もなく始めることが伺えると報じたということでしょう。今後は、福建については、まず、船体の堅牢さと機動性を確認するだろうという試験の予定を解説。その後、兵器やカタパルト、その他の能力についてテストしていくはずですから、期間も長いだろうし、数ヶ月から数年はかかるだろうという見込みを報告しました。また、福建以外にも、恵南造船所では、新型宇宙測量船の建造やミサイル駆逐艦2隻の偽装作業が進んでいると見られ、
この駆逐艦2隻については、間もなく浸水すると考えられると、ジャイナパワーは述べています。Thank you.